カリフォルニアゴールドはやっと全体の姿が見えるようになりました。上の方から落ちてきたものはだいたい最初に切っておいて、後でこちらで何分割かして残ったのを引っ張り出すというやり方なんですが、藤のつるがですね、竹や木に縦横に絡まっていたので、それらを断ち切るだけで時間がかかりました。ミャンマーはまあ大丈夫だったんですが、ミャンマーじゃない、ドワーフオリノコは大丈夫だったんですが、スイメも竹の打撲を免れました。あとはこのミャンマーがですね、もうちょっと起きてくると思うんですね。まあ、天気がいい日が続けば立ち上がるのは早いんですが、太陽を求めて立ち上がろうとしますんでね。まあでも時節柄、ある程度立ち上がったら手伝ってあげて、周りに覆土して冬に備える方が賢明かもしれませんね。まあマイソールは大丈夫でしたから。ここは4本しか植えてないんですが、まあ4本のためにだいぶ労力を要することになってしまいました。